どうも、ゲストハウスオバマ21時の和樹です。あやかです。どうもどうも。いや今日ちょっと散歩しましょうか。はい、散歩をちょっとしたいと思います。はい、お掃除も終わったんでね。はい、はい、はい、こんな外観になってます。矢印はこの看板でございます。はい、じゃあ歩いていきたいと思うんですけど、はい、はい、ここら辺結構歩きますか？歩きますね。それ私自転車でいつも。自転車でね。はい、はい。目印は郵便局です。目印は郵便局ですね。左に曲がりました。はい。はい、左に曲がりました。郵便局ここです。見るかな？どうどうかな？今今日が8月の16日で、昨日がね台風来たんですよね。そうなんです。はい、台風が来て幸い全然被害はなかったですし、直撃はしなかったんですが、うん、ようやく晴れてというか、はい、はい、で16日でお盆真っ盛りの、まあ、連休の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、この静けさというね、ですね。全然人いないですけどね、はいはい、静かな感じでございます。こんな歴史的な街並みというか古民家とかいっぱいあるエリアでございますね。さあ目的の場所が見えてきましたね。ですね。はい、めちゃくちゃ綺麗ですけど、はい。はい、横断歩道ないんですけど、ここにねちゃんと上がる階段もありますので、はい。さあ目的のものが見えてまいりました。はい、こんな感じでございます。たらー、歩いて2分でこんないい日がございます。海です。たった2分ですよ。たった2分で、うん、海外のお客様が海水浴してらっしゃいますね。はい、こんな海が日本海でございます。B さんすれば終わった。僕子供の頃ここのは僕の家もですね、実家も歩いて5分ぐらいのとこなんでよく来てたんですけど、この海めっちゃ綺麗になりましたね。正直前もうちょっとゴミ多かったかもしれない。でもやっぱすごい綺麗だったし、なんか海底の中にゴミを取る網みたいなもんそれでゴミが流れてこなくなるようにしたみたいです。あ、そうなんですか。そうだからね、海岸線もうちょっと海藻とかが多かったんですけど、普通に綺麗な砂浜になってるんでめちゃくちゃいいなというか、環境対策もしてます。環境対策してますね。ちょっと俺海入ろうかな。足ジャブしようかな。鳩いますね、鳩。うわー気持ちいい。うわー、冷たっ。しゃぶです。冷たい。でも、いや、泳げるぐらいの冷たさですね。見てください、こんな海があります。福井県でいうと、高浜の和田浜とかですね、和田浜とか、美浜の水晶浜っていうのが結構人気で、若い方もすごく多いんですけど、オバマの海、まあその中でもちょっとマイナーで、でも全然綺麗ですね。全然綺麗だし、ゲストハウスから歩いて2分、駅から歩いて7、8分なんで、すごい利便性じゃん。穴場やと思いますね。穴場やね。うん、うん、海かな。まあ海かな、石か。じゃあちょっとサービスタイムでゆったり、海に今年行けなかった方、はい、海を感じてください。来るかな。何でも言います、今日8月16日なんで、はい、8月16日、お盆の次の日で、この人の数なんでものすごく、ゆったりできますし、ご家族連れとかおすすめでございます。はい、どうでしょうか。じゃあありがとうございました。ゲストハウスオバマ21時の和樹でした。ありがとうございました。はい。
高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。